オナニーだけが生きがいだった。多い時に日で10回以上。精通以来日増しに膨れ上がる性欲を抑えるため。そんな俺を周りの人間は気持ち悪がって近づこうとしなかったが、そんなことはどうだっていい。なんだ一体。本が輝き出して。うわっ。あの化け物は一体。よく来てくださいました、勇者様。おい。つまり今この世界は魔王復活により滅亡の危機にあって、それを倒すために勇者様を召喚したんです。私はレスデア王国の剣士フィリアシオラです。よろしくお願いします。同じく僧侶のティアーネ・アースハイムです。その先ほどはありがとうございました。エルフのリュゼよ、ジロジロ見ないでよね、いやらしい。この世界の命運は勇者様にかかっているのです。どうか力をお貸しください。正直魔物は怖いけど、美女3人と旅ができるなら。わかった、協力させてもらうよ。ありがとうございます。さっきの戦闘のこと覚えていますか？伝承によると勇者様には特別な力があります。聖域によって女性の潜在能力を引き上げる力です。なんだそりゃ。あんたが信じないのは勝手だけど、協力するって言ったからには従いなさいよ。何もしてないのに最悪。エルフって口が悪いな。勇者様、お嫌かもしれませんが、これも世界を救うために必要な使命。お口でご奉仕しますので、少しだけ我慢してください。本番はなしか。なんちゅう威力。山がえぐれて反対側と繋がったわよ。ごめんなさい。これが勇者の力、本物ね。そういえば今朝から勇者様を見かけないわね。その辺散歩してくるって書き置きがあったわよ。あら、迷子にならなきゃいいけど。あれ、勇者様ってこの世界の文字わかりましたっけ？あ、次の目的地は王国の首都ですね。途中で野営の必要があります。え、野営ってお前ら道具とか持ってんのか？はい、道具の調達をもう一人の仲間に頼んであります。出発はおそらく2日後になると思うわ。それまでの間は特訓なり散策なり自由に過ごして。了解。うーん、自由に過ごしていいって言われてもどうすりゃいいんだか。勇者様。お、ティアーネか。はい、勇者様、もしお時間あるようでしたら私の買い物に付き合っていただけませんか？ああ、いいぞ、ちょうど暇してたんだ。ああ、ありがとうございます。はーん、ディアーネは何を買いに来たんだ？魔法書ですね。意外とこういう錆びれたところに掘り出し物があったりするんですよ。ふん、何書いてあるかわかんないな。あの勇者様。何？どうしたの？そうですよね、勇者様は読めてないんですよね。待ってください。ん？なあティアネ、別にこんなとこで読まなくたって。いえ、宿屋でこんなものを見られたら二人に何を言われるか。あの、勇者様、この書物の行為、実践してみませんか？うん。おーい、ユゼ！あんたか。何やってんだ？森って魔物が出やすいのよ。だから警戒をね。でも、そんな心配いらなかったわ。安全なのか？ここいら一帯の木は、実がならない木なのよ。だから餌を求める生き物は寄りつかないってこと。へえ、さすがはエルフ、詳しいな。もう
念のためにもうちょっと探索してみようかしらね。俺も。何やってんのよ、だらしない。うっせえ、ちょっとこけただけだろ。皆さん、今夜は浴場ご利用になれますよ。え、本当ですか。はあ、すごいですね、感激です。浴場なんていつ以来かしら、運が良かったわ。浴場って風呂のことですよね。そんなに珍しいんですか。はあ、お湯を沸かすには薪が大量にいるので、普段はたらいのお湯で体を拭くくらいしかできないんです。浴場は木材が豊富にあるこの村ならではの特別な施設なんですよ。おお、意外とちゃんとしてるな。いよいよ出発か。本格的に冒険って感じでワクワクしてきたぞ。頼もしいですね、勇者様。何よ、あんなにビビってたくせに。落ち着いたらまた遊びに来てね。はい、必ず。遅れてしまい申し訳ありません。私は従者のミラミコラと申します。今後勇者様の身の回りの世話などを務めさせていただきます。剣も耳本物、やべえ、好みのジャンルだ。はい、確か首都へ行くんだっけ。はい、まずはそこで女王陛下に謁見していただきます。到着に2日ほどかかりますので、今夜はキャンプで一泊いたします。しかし、エルフに獣耳に魔法まであるなんて、まさしくファンタジーの世界だな。そういう作品好きだったからワクワクするよ。またわけのわからないことは。遊びに行くんじゃないのよ。なんだなんだ。魔物の群れですね。お気をつけください、勇者様。ヘルハウンド、街道に現れるなんて。魔王復活の影響ね。あれも魔物なのかよ。仕方ないわね。情けない勇者のために、ここは私がパパッと片付けてやるわ。一人で大丈夫なのか。まあ大した相手じゃないので。目に物見せてやるわ。すごい、一瞬で3本も。お疲れ様、リュゼ。お見事です。まあね。力が弱まってる。ええ、矢を放った時に違和感があったわ。強化された状態なら3本目も当てられたはず。時間が経つと効果がなくなっちゃうんですか。量の影響もあるかと。昨日は出発前だから控えめだったし。じゃあ持っても効果は半日程度ってことか。でしたら事故を防ぐためにも計画的に行う必要がありますね。特にこの森の奥は強力な魔物の住処。よし、今日はとことんやるからな。頑張ってください。負けない。私たちには友博様からいただいたパワーがあるのだから。それはこの世界の時間で遡ること、1ヶ月ほど前の話。神の名のもとにお誓い申し上げます。私たちは朽木友博の妻としてその生涯を支え、喜びも悲しみも分かち合い、共に生き守り抜くことをここに誓う。私の名はアリス・エルザーン。私の名前はフレイ・リンギト。アリス・フレイ。俺の名は朽木友博。ついさっきまで女の子とも縁がなく、冴えない歴史オタクの平凡な学生の俺が、突然白い光に包まれ、現実の世界からユニフォニアという名のこの異世界に召喚された。はい。私たちを妻として迎えること、そして生涯を共に生きること、お誓いいただけますか。誓います。まさかまさかの展開です。
綺麗だ。俺なんかが相手で本当にいいの？他に手がないならやるしかない。じゃあ他のみんな二人のフォローは。力を与えたまえ。エクスプロージョン。ダメです。夢？女の泣きに疲れた、はあ、ん？女の子？変な格好してるな。ねえそこの君、お母さんを探してるの？一緒に手伝おうか。お、お主、わらわが見えるのか？おお、電波っ子かな。わらわの窮地を察するドル。そしてわらわに気づく潜在能力の高さ。見つけた。来るがよい、アルフヘルムへ。何、弱点といえばそれしか思いつかんな。本気で言ってますそれ？もちろんじゃ。そうだ、お前が欲しい。な、私の国もエルフ同様絶滅の危機に瀕している。お前の子種が必要なのだ。断るなんて言ったら力ずくでも連れてくぜ。始めろエルダ。よろしいでしょうか。こちらはフィリスさんからのいただき物で、あのご主人様にお使いするものの衣装だとか。もしよろしければこの衣装でマスターにご奉仕したくて。女、はい、デルバさんにぴったりです。そうか。